1947年撮影クロード・ソーンヒルは、アメリカ合衆国のピアニスト、編曲家、作曲家、バンドリーダー。スタンダード・スノーホールと、ビリー・ホリデーが歌った、アイ・ウィッシュ、アイ・ハ o ト・ユーを作った。彼の楽団、ジョー・シュルマン、ダニー・ポーロ、リー・コニッツ、ルイス・ムッチ、バリー・ガル・ブレース、ビル・バーバーなどと、1947年撮影1908年8月10日に、 インディアナ州テレフォートで生まれる。振道として知られ、インディアナ州クリントン出身のクラリネットトランペットの振道ダニーポロとデュオでツアーした。高校時代に劇場バンドを複数掛け持ちしていた。1924年、16歳でシンシナティ音楽大学に入学。同年、クラリネット奏者のアーティショートオースティン・ワイジー、オーケストラに入団。 二人は1931年にニューヨークに上京。1930年代後半にボブホープラジオショーの仕事で西海岸に行き、ジュディガーランドのベイブス・イン・アームスをアレンジした。1935年グレン・ミラーの楽団メンバーとしての発録音に参加。グレン・ミラー作曲のソロホープで演奏し、コロンビアレコードが発売した。ポール・ホワイトマン、ベニー・グッドマン、レイ・ノーブル。 グレン・ミラー、ビリー・ホリデーらと共演。ロッホ・ローモンドとアニー・ローリーをマキシン・サリバンに編曲し、1939年に自分の楽団を組織。ダニー・ポロがクラディネットであった。ダンスバンドであったが、ギル・エヴァンスの革新的なアレンジによって有名になった。ギルが編曲したポートレート・オブ・エイギニア・ファームは古典となった。メンバーはビブラートなしで演奏し、 クールなサウンドやクールな不協和音を持つスノーホール、A3D Kind of l ブラブ、Love f o がヒットした。これらの中で一番有名なスノーホールは、1941年にコロンビア36,268として発売された。V ディスクレコード社も V ディスク2 7 1 a 1として発売した。1942年に、 ニューヨークのパラマウント劇場で週に1万ドル稼いで、いたが、第二次世界大戦が勃発し、海軍に入る。ジャッキー・クーパーや、デニス・デート演奏活動をした。1946年に除隊し、楽団を再結成。バップ風味を導入。旧メンバー、ダニー・ポロ、ジェリー・マリガン、バリー・ガルブレースなどの他新規に、レッド・ロドニー、リー・コニッツ、ジョー・シューマン、 ビル・バーバーなどが加入。ディジー・ガレスピーのアンソロポロジーをギル・エヴァンスが楽団用に編曲したバージョンは多くのバッパーに影響した。1950年代中期にトニー・ベネットの音楽監督となる。楽団の送付はミズーリ州のドリー大学が保存している。1965年7月1日、ニュージャージー・コールドウェルの自宅で心臓発作で死んだ。 56歳没。妻で女優のルース・ソーンヒルとクロードの母親モード、ソーンヒル、当時81歳がいて、インディアナ州で合唱団を指揮していた。スノーフォール、アイウィッシュ、アイハットユー、レッツゴー、ショアロード、ポートレート・オブ、エーギニア・ファーム、ロッジ・ポッチ、ラスル・オブ・スプリング、イッツ・タイム・フォアス・ツー・パート、イット・ワズ、エーラバー・ンド・ヒズ・ラス、ザ・リトル・エト・マン、メモリー・オブ・アン・アイランド、 ウェアハズマイぎトルドッグゴーンなど。1941年にピアノで作曲したスノーホールを演奏したのは以下、1984年にビッグバンドとジャズの殿堂入り。ありがとうございます。